ゴルゴ松本です。こんにちは。今日もやってまいりました。こちらでございます。ダダダダダダダーン。草加です。はい、草加せんべい。ちょっと社長から呼び出し食らいました。ちょっと試行錯誤してるらしいんですが、もう一アイデア欲しいということで。醤油の香り、草加せんべい、うまいんですよ。さあ、それで社長中にいるので行ってみたいと思います。創業156年、慶応元年、草加せんべい。さあ行きましょう。あ、ちょっと、あ、池田社長、おはようございます。何かあったんですか。はい、いろいろあの後、はい、何度か試作したんですけれども、はい、もう最終的にやっぱりあの時ゴルゴさんと食べた、はい、あれが一番も美味しいんですよ。ああ、試作段階のおせんべいが美味しかったと。はい、で、まああのちょっといろいろ工夫をしたので、はい、あのまあ、最終的にどういう形にしたらいいのか、はい、あのゴルゴプロデューサーに分かりました。はい、草加の未来のため、日本の地球の未来のためにちょっと一肌でも二肌でも脱ぎますので、じゃあ行きましょうか。はい、例の場所、はい、はい、よろしくお願いします。レッツ草加せんべい。桜の後にはこれ花水木ですか。はい、綺麗に咲いてますね、青空に花水木。池田社長、はい、ゴルフばっかりやってんでしょ。でもね、あの今日からマスターズで。そうなんですよ、はい、松山君頑張ってますね。ああ、池田社長、始めましょう。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。あのその前に、その前に、あのはい、ゴルゴさん、またお誕生日ということで。ああ、今月ね、はい、はい、17日で54歳になりますか。はい、いいんですよそういうの。ああ、すごい、おせんべいしかないんです。ちょっとすごいですよ、すごい。こんな感じです。シャラーン、いのちせんべいのでかいバージョンです。これ何センチあるんですか。これ15センチ。15センチの命せんべい、私誕生日なので誕生日プレゼントで草加せんべいいただきました。ありがとうございます、ありがとうございます。いや嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。とんでもないです。いや嬉しい、またテンション上がった。テンション上がった。まあまず本当にゴルゴさんと先日、はい、いろいろここで食べさせてもらって、はい、でバターを自分で塗って食べて食べましたよね。はい、あれ美味しかったですよね。美味しかった。もう本当に、あの味がなかなか再現できなくて、あの味なかなか再現できない。そうなんです。確かにね、その直接のバターと練り込んだのって違いますよね、食感からして。全然違うんですよね。あ、その後じゃあ単純に、うん、まああのバターのあのそのなんていうんですかね、食感というか。はい、あれがなかなか出せないので、うん、バターは後乗せでいいんじゃないかっていう。ああ、なるほどね。5代目なんですよ。5代目がやっぱ試行錯誤してくださっても出せねえ味だっていうことで、うん、はい、でもいいんじゃないですか。だからこういうのにバターを塗って食べるっていう文化を新しく作ってもいいんじゃないですか。はい、バターも日本のバターもあるし、はい、日本の和のせんべいという昔からのおやつ、はい、を子供たちがバター塗って食ってくれたらいいじゃないですかね。はい、それで、はい、で、ゴルゴさんに先日、うん、言っていただいた3つのスパイスありました。はい、魔法の3つのスパイス、はいはい、3種の神器です。はい、まずはだからそのスパイスだけというもの、ね、おお、ちょっとこれっちは大きめに作っていただいたんですね。はい、はい、このサイズ俺好きだな。いただきます。スパイスだけ、スリースパイスだけ。いただきます。これはこれでなんか食べたことない味なんですけど、いい厚さも、このおせんべいの厚さも大きさも、この食感も、これいいですよ。さ、いけますね。いけるんですか。はい、いけるけど、もうちょっと効かせてもいいかな、スパイスを。うん、でそれにこう、うん、まあ、ちょっと蜂蜜を加えたものなんですけど、甘さを加えました。スリースパイスに蜂蜜です。
どんどん食べます。すいません、うん、あのね、蜂蜜、やっぱ甘みがあるといいですね。あ、そうですよね、甘みがあるといいですね、うん、またちょっとワンランクアップした、うん、はい、これいいな、うん、あ、おいしい、はい、はい、で、やっぱあの時に、まあ、もうちょっとあのシナモン効いてた方がいいんじゃないかっていうことで、うん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 、これあの、まあ、よりもう配合費は企業秘密ですけど、シナモン多め、いいですね、うん、これいいな、シナモン多めっていうフレーズいいなあ、ちょっと色も違うね、うん、やっぱ濃くなってきますね、シナモン多めいきたいと思います。うん、うん、やっぱり普通にスパイスだけの方がいいですかね、がっつりシナモンの方がいいですかね、ちょっと好みが分かれるところ、なんだろうな、香りはします、はい、香りはしますが、うん、ちょっとやっぱ物足りないな、うん、追いかけ、ちょっと追いかけの方がいいかもしれない、ちょっとトレーお願いします、ちょっと追いがけの方がいいんじゃないかな、追いがけ、おお、やっぱシナモン結構、あのこの粉粉感がいいんですよ、粉がせんべいにまぶしてある感じがいいなと思って、あ、うん、間違いない、まぶした方がいいです、粉粉、粉の方がいいです、うん、だってそのシナモン多めにさらにこのシナモン多めをちょっとやっぱ意外とね、うん、癖って多くなってくるじゃないですか、はいはい、ほんのりから始まってやっぱこのぐらいついててもシナモン、うんうん、せんべいっぽいじゃないですか、はい、ありじゃないかなと思うんですけど、結構粉でしょ、うん、やっぱ粉ですから、粉好きの民族ですから、かけすぎました、いいいいですか、こっちの方がいい、むせるぐらいの方がインパクトある、ええ、これすごいっすね、ちょっと待った待って、あ、かけすぎてダメだよ粉のかけすぎダメ、大丈夫です、これお願いします、大丈夫ですか、うん、大丈夫です、いきますよ、これが多分一番うまいと思う、うん、やっぱりでもバターは後乗せの方が絶対美味しいですよね、うんうんうん、絶対もうバター後乗せにしましょう、シナモン多め、蜂蜜、やはり甘さがあるおせんべいに、これ醤油も塗ってあるんですよね、あります、あ、こんなに塗ってあるんだ、はい、バター、いけますか、これかな、これかな、これに、うん、もうほんの、はい、うん、ほんのミツバチが飛んできてる、あ、ミツバチがこの美味しさにいいよ、どんどん来て巣作ってここにダメです、もう蜜が取れるじゃないですか、ああ、なるほど、養蜂場もやっちゃいましょうね、花も咲いてるし、はい、ちょっとバターもね、はい、いいですよね、もう自家製の蜂蜜せんべいに塗り込んで醤油と、そんなですね、うん、なるほど、うん、決まった、決まった、こっからはねもう最終段階に入りますので、もう決まります、うん、もう G スパイスのシナモンせんべい出ますのでご期待ください、ということでありがとうございました、ありがとうございました、せんべいの G でした、じゃあ池田さん飯食い行きましょう、はい、行きましょう、俺そっちの方が大事なんです、はい、じゃあ行きましょう、全部食べたい、全部食べたい。
やすい。じゃあ準備準備だザラ。これもこの音はね、音だけでうまいなと思ってね。いいね。さあ来ました。じゃあもういい香り。もう早速いただいちゃいます。いただきます。お酒です。これぞちゃん、うん、いいね、池田さん、はい、毎日でも来れば食べれるんでしょ。まあまあ、うん、うまい、でプラス、チャーハンプラス、純レバ、純レバです。これ、ぜ、これ多いな、これ分けましょう。そして、中華スープ、いただきます。そうですね、純レバ丼いきます。おネギたっぷり、このレバーをね、この甘いタレでね、何やこれ、レバー好きにはたまんないな。わ、七味か、一味が入ってるね。うん、そのタレがまたうまい。純粋なレバーだけで、うん、うまい、うん、なんかめっちゃれ、ネギがたっぷり乗ってます。うん、何このタレの甘いタレのうまさ、レバーに入れます。うまい。池田さんは何だ、キレちゃんは何だ、あんなにせんべい食ったのに。そうですよね。うん、食えちゃう。うまい。今度何食おうかな。肉丼とか、麻婆丼とか食ってみようかな、今度ね。うん。